どうもブラックマークチャンネルのマークです。今日はですね、開封動画なんですが、こちらデスクトップメタルホルダー4タブレットっていうものを、初めてマク開けを利用して購入させてもらいました。マク開けはね、今まで気にはなったんですけど手を出したことがなかったんですが、初めて、買ってみました。パソコン作業してるときに、スマホ見たりタブレット見たりしてるんですけど、いつもこうちょっと見やすい角度でね見れなかったので、今回こちらを利用させてもらって、見やすい角度で見れたらいいかなと思って買ってみました。こちらのね商品の会社さんが、説明書も書いてついてたんですけど、こちらですね、コマストアっていうのかな、コンマストアっていうのかな、っていうところから出てる商品です。正式名称が、この書いてあるんですね。真空でモニターを瞬間吸着、360度高さ調節、自在なアルミ合金製タブレットスタンドっていうものになります。じゃあこれね、早速開けていきたいと思います。中はこんな感じですね。こういう静電気防止シールが入っています。透明な2枚と黒が1枚。これちょっと置いておきます。でこちらが本体なんですけど、これがねそれなりの重さがあって耐えられるようになってます。でここが360度こう回りますね。で高さ調整はこんな感じで自由に変えられるというものです。でこちらの接着させるんですが、これを外して丸の中に通してふっと押し込んでここを回すと、これでもう完成ですね。あれこの一応ここにねボタンがあるんですけど、ボタンを上向きにしておきます。でこういう形ですね。私の iPhone が11 Pro Max なんですけど、こちらカバーがついてて少しね凹凸があるんですが、つけてみたいと思います。押し当てるだけです。はい、これでも接着完了。工事の角度も変えられるし、高さも自由自在です。こんな感じですね。でこれね本当に真空でここ吸着してる関係で、スマホだけ持っても落ちないんですよね。こんな感じで、で今ちょっと取れそうになったらまた吸着してくれました。でこれね横にしたりできるので自由に見たい角度変えられます。でここにね六角がこことこの3箇所についてるので、それをねこのスタンドの裏に六角ついてるので、これでギュッとしてあげればしっかり固定もねできるので、とってもいいものなんじゃないかなと思います。でこれスマホを取り外すときは、ね、これ引っ張っても取れないんで、このボタンを押すだけです。押すとこんな感じで取れるというものになっています。でここに穴があるかと思うんですが、 USB Type-C で充電して使うものですね。
で今スマホやったので今度これ iPad の第7世代になります。こちらつくのかちょっとやってみたいと思います。いきます。あ、吸着はしたけど重さが、あ、まあでもできますね。カバー、厚手のカバーとペンとかついてますけど問題なくつきます。で、さっき少し角度変えるとぐーっと前にこうやって、ここはね、耐えられなくてこんな感じで下がってきちゃうんですけど、さっき言ったように後ろのこれでがっちりとつけてあげれば、ちょっとやってみます。しっかりこう回して、あー、でもここはしょうがないですね、この部分で。うん、一通りここの部分しっかりと3箇所とも回してありますね、ほぼね。うん、だから重さ的に、まあ、角度ですね、あとね、角度うまくこういう感じで固定してあげればつくと。結構な重さなんですよ、こんな感じで取れないように。これボタンを押すと、これかなりの優れものかなと思います。おそらくこれね、これを外し、ちょっとカバーから取ってやってみますね。多分余裕なんじゃないかなと思います。取ってみます。それではね、カバー外したのでちょっとやってみます。はい、つきます。問題もつきますね。こういう角度で回すときの音がなくていいですね。というものを今回買ったので、これからね、重宝して使えるんじゃないかなと思います。で、さっきの黒と透明な、これは静電気フィルム、段差がある表面、ああ、なるほど、こういうね、アップルマークでちょっと段差あるところとかにこれを貼ってもらってつけると、なお、スムーズに貼れるよっていうものみたいです。じゃあ、ね、黒と透明の2枚ということで、これ今回とっても買ってよかったので、皆さんももし興味持ったら見てみてください。はい、ご視聴どうもありがとうございました。